はいどうもこんにちは、はっしーです。今日はですね、2016年の8月31日で国内生産が終わるオレオを買ってきました。だからちょっと一袋で、ね、食べちゃってます。一袋しか入ってない。でこれね、抹茶クリームです。抹茶クリーム、普通はねバニラクリームっていうやつが入ってますね。抹茶じゃなくて、でもこれは抹茶クリームです。抹茶クリームはね、実は初めてなんですよ。だからね、食べていきたいなと思います。まずは普通に食べましょう。うん、抹茶だ。抹茶の味が最初ブワッてくるんだけど、後からやっぱビスケットの味がくるね。バランスいいんじゃないかな。これはこれで牛乳つけてみよう。おお、割れた。うん、美味しい。でも牛乳つけたい味があるのかなって感じだね。で、なんでこれね、国内生産終わったかっていうと、まあライセンス契約が切れただけなんですよね。まあオレオの他にね、そのナビスコのお菓子はリッツとオレオとあとプレミアム、その3つもね製造ができなくなるんで、でその1つのリッツはインドネシアで製造して、もう1つオレオはね中国で製造されるみたいです。でまあだからこっちで全然食べれなくなるっていうわけじゃないらしいですね。で、まあこれからね、山崎ナビスコじゃなく、まあ山崎ナビスコが販売するんじゃなくて、モンデリーズジャパン株式会社っていうところがね、今後は販売してくるそうです、ね。まあ、どうなんですかね。これが中国生産と日本生産。味ってのもやっぱ変わってくるのかなって思っちゃったりもするんですけどね。なんかのニュースで見たんですけど、はい、ということで今回は山崎ナビスコ株式会社 NK さんのオレオ抹茶クリームを食べてみましたでした。よかったら食べてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ハッシーでした。バイバイ。